あと二0年で亡くなる五十の仕事、水野美沙夫。はじめに、職業が変化しようとしている。これまで当たり前に存在し、なくてはならないはずだった職業が、様々なテクノロジーで置き換えられるケースが増える一方、従来はなかった新しい職業が生まれつつある。今後、私たちの職業、雇用はどう変わっていくのだろうか。書籍、雑誌、ウェブメディアでも、様々な予測記事を見かけるようになり、筆者自身も、 生き残る会社、亡くなる仕事などについての意見をメディアに求められることが増えている。多くの人が、このテーマについて、関心を抱いているということだろう。職業が変容する要素として、一番に挙げられているのは、テクノロジーの進歩、特に AI、アーティフィシャル、インテリジェンス、人工知能である。オックスフォード大学のマイケル、A、オズボン人教授の論文、雇用の未来、コンピューター化によって、仕事は失われるのか、が、大きな注目を集めている。 この論文の要点は、今後、人間の仕事の大半が、AI に奪い取られてしまうのではないか、という懸念だ。一方、アメリカのシンクタンク、ピュー研究所による、AI、ロボティクス、ザ・フューチャー・オブ・ジョブス、人工知能、ロボットと職業の未来という調査報告書では、テクノロジーが、人間の雇用の大半を奪うという予測と、そのようなことはないとする予測の双方があるとしている。日本に限って考えてみれば、 雇用に対する脅威は、テクノロジーの進化だけではなく、グローバルな競争も、雇用に大きな影響を与えていることは言うまでもない。特定の職業そのものがなくならないとしても、国内では必要がないというケースである。まず、製造業で、雇用の海外流出が進んだ。大企業に始まり、今や、中小製造業でも、中国や東南アジアに製造拠点を移すことは珍しくなくなった。製造業に限らず、 顧客との電話応対を行うコールセンター業務も海外に流出している。これまで国内にあったコールセンターが中国などのアジア諸国に移りつつあるのだ。プログラマーという職種もまた国内での雇用は減っていくだろう。プログラマー自体は10年後も必要とされるだろうし、プログラムを自ら書き国内でベンチャー企業を立ち上げるというケースは今後もあるだろう。しかし、大規模なシステムにおいては多くのプログラマーたちが必ずしも 日本にいる必要はなくなるかもしれない。すでに自前で大規模プログラムをゼロから作ることは減ってきている。その一方で海外の製造ラインの一部を国内に戻す動きもある。2014年パナソニックが製品の製造ラインの一部を国内に戻したことが話題となった。国内に雇用が戻っているようにも見えるが、これは製造業全体の国内回帰を意味するわけではない。今や 製品のライフサイクルはどんどん短くなり、さらに、家電製品の生産ラインは、ソフトウェア同様、非常に素早く最適化され、変化する。製造業においても、これからは、今、その商品が作られるのに、最適な場所で作られるようになるだろう。それには、消費地、為替、人件費など、様々な要因があるだろうが、それらの条件において、最適な場所で生産され、そこに雇用が生まれていくということだ。 パナソニックのという製品については、今現在は国内で製造した方がいいと判断したとしても、他の製品は海外製造の方がいいということもあるはずだ。複数の企業でこうした動きがあったとすると、それは製造業全体の国内回帰ではなく、むしろ雇用の移動が国境を越えて進んでいるということだろう。しかも生産、製造が行われる地域でも、従来通りにそこに雇用が生まれるとは限らない。 雇用の未来で示されているように、工場は国内にあっても、労働者が AI などに置き換えられる可能性もある。現場の作業者の仕事は、どんどん減っていくかもしれない。こう考えると、コンピューターの進化は、人間の雇用にとって、大変な脅威にも見えてくる。だが、本当に脅威なのだろうか。コンピューターの進化、ロボットの進化は、かつて私たち自身が望んだ無邪気な未来ではなかったか。筆者が、 子供の頃に描いた未来は、今にしてみれば、解雇趣味的な未来像だった。人間が、何やら変なコスチュームを着て、透明なチューブが、都市の高層ビルの間をつなぎ、その中を乗り物が走っている。あらゆるものが自動化され、日常の定型的な仕事は、すべて、コンピューターやロボットがやり、人間は単純労働から解き放たれ、より創造的な仕事に集中することができ、週休3日制や4日制は当たり前。みたいな話だ。 筆者が中学生の頃に読んだスペースコロニー 2081PHP 研究所1981年に描かれた未来予測像はまさにそのようなものだった。この本の著者は元プリンストン大学教授でスペースコロニーを提唱したことでも知られるジェラード K オニール博士だ。同書でオニール博士は変化の担い手としてコンピューター、オートメーション、スペースコロニー、エネルギー、通信の5つを挙げている。そして これらの変化の担い手を使いながら、2081年に、太陽系の、かなり外側に周回するスペースコロニー、フォックスクラスターから、地球にやってきた旅行者の滞在期という形で、その時代の生活を物語形式で記している。そこで表現されたコミュニケーションのあり方、コンピューターの形、あるいはロボットとのやり取りなどは、実は、2081年を待たずして、すでに、かなり近い形で実現していると言っても過言ではない。 そこで語られている未来の生活は、まさに、人々は、日常の面倒な作業から解放され、クリエイティブなことに時間を使うことのできる理想社会だ。テクノロジーの進歩という意味では、私たちは、間違いなく、理想社会に向かっているはずなのに、そこに、私たちは、大きな恐れを抱いている。なぜだろうか。一つは、コンピューターが進化して、実際に、私たちの仕事を楽にしてくれるにつれて、実は、コンピューターが、 私たちの能力をはるかに凌駕する可能性があることに気づいてきたからだ。本当の意味での知能を身につけたコンピューターが人間を支配する。こうした可能性が見えてきたということかもしれない。レイカーズ・ワイルのシンギュラリティは近い NHK 出版はまさに機械が人を超えてしまう可能性を語っている。とはいえ、少なくとも当面の間は機械や AI がとって変わらない多くの仕事が残るはずだという人たちも多いし、 シンギュラリティの到来が予測されるのは2040年代だ。しかし、世の中の進歩は案外早い。シンギュラリティは近いにも書かれているが、物事の進歩はリニアではなく指数関数的である。宇宙開発のような物理的にもハードルが高い開発については、過去になされた未来予測やあるいは宇宙開発の計画よりかなり遅れている一方で、コンピューターや通信などは予測を現実が追い越してしまっている。昨今のメーカーズブームもその一つだ。 これは、主にウェブで公開された知識や、オープンソース、技術、市販のデジタルツールを、個人や企業が取り入れて、ものづくりに生かすという動きだが、5年前に、このようなムーブメントを予測した人は多くなかった。筆者自身も想像していなかった。しかし、今や、3D プリンターや 3D、CAD、その他のソフトウェア、インターネット、クラウド、クラウドファンディング、インターネット経由で、不特定多数から資金調達することなどが、 個人や小規模事業者でも活用できるようになっている。さらに、高度な製品の開発に必要な電子デバイスやパーツ類も、ホームセンターやネットで手に入るようになった。任天堂のゲーム機、ウィーなどの民生用の安価なデバイスが、現役のロケットに使われているものより高性能だったりもする。つまり、アイデアとそれを実行するガッツさえあれば、ビジネスの手段は安価に手に入る。少額の資金でビジネスを始めるには、 一人とか数人で起業する必要があり、守備よくビジネスが発展したとしても、むやみに人を雇って固定費を増やすわけにもいかない。そんな時、AI やロボットなどの手段は、間違いなくビジネスを推進する人間にとって大きな武器になる。人を雇うのは、ロボットでは決して代替できないクリエイティブな作業が必要になった時に限られる。2014年1月3日に放送された NHK スペシャル、ネクスト・ワールド・私たちの未来では、 人工知能が国際訴訟のためのドキュメントレビュー証拠閲覧を行う様子が紹介された。ポイントは二つある。一つは人工知能がすでに実用レベルで法廷で使用するドキュメントのレビューを行うことができるようになっていること。もう一つはその確認をしている弁護士たちの判断基準になっているのもまたこの人工知能搭載のプラットフォームであることだ。AI を使っているのもそして使われているのも人間であり。 しかもどちらも弁護士だ。つまり、ビジネスを運営している人間にとっては、実に頼もしい道具であり、パートナーだ。何しろ、AI のおかげで自分たちは、もっと人間がフォーカスするべき業務に集中できるのだ。しかも、品質が安定していて、文句も言わずに黙々と働いてくれる。しかし、その一方で、日常、定型的なオペレーションを回す役割を担っていた人たちには悪夢にもなり得る。AI は、 直接的には競争相手になり、間接的には自分の生殺与達の権を持つ可能性も出てくる。結果的に人間は AI のために仕事を奪われるかもしれないのだ。つまるところ、コンピューター、AI、ロボットの進化は一部の人間には恩恵を与え、また一部の人にとって脅威ともなり得るものだ。それは人間の立場によって変わる。誰しも、 自分たち人間がかつて夢見たテクノロジーの恩恵を享受する側に立ちたいと思うだろう。筆者もそうだ。そのために、私たちはどうすればよいのか。どう働き、どう生きていけばよいのか。本書では、今後なくなってしまうかもしれない仕事、逆に新しく生まれるかもしれない仕事を探りながら、生き残るためのヒントを探っていきたい。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。 以来の生活は、まさに、人々は、日常の面倒な作業から解放され、クリエイティブなことに時間を使うことのできる理想社会だ。テクノロジーの進歩という意味では、私たちは、間違いなく理想社会に向かっているはずなのに、そこに、私たちは、大きな恐れを抱いている。なぜだろうか。一つは、コンピューターが進化して、実際に、私たちの仕事を楽にしてくれるにつれて、実は、コンピューターが、 私たちの能力をはるかに凌駕する可能性があることに気づいてきたからだ。本当の意味での知能を身につけたコンピューターが人間を支配する。こうした可能性が見えてきたということかもしれない。レイカーズ・ワイルのシンギュラリティは近い NHK 出版は、まさに、機械が人を超えてしまう可能性を語っている。とはいえ、少なくとも、当面の間は、機械や AI がとって変われない多くの仕事が残るはずだという人たちも多いし、 シンギュラリティの到来が予測されるのは2040年代だ。しかし、世の中の進歩は案外早い。シンギュラリティは近いにも書かれているが、物事の進歩はリニアではなく指数関数的である。宇宙開発のような物理的にもハードルが高い開発については、過去になされた未来予測やあるいは宇宙開発の計画よりかなり遅れている一方で、コンピューターや通信などは予測を現実が追い越してしまっている。昨今のメーカーズブームもその一つだ。 これは、主に製品のライフサイクルは、どんどん短くなり、さらに、家電製品の生産ラインは、ソフトウェア同様、非常に素早く最適化され、変化する。製造業においても、これからは、今、その商品が作られるのに、最適な場所で作られるようになるだろう。それには、消費地、為替、人件費など、様々な要因があるだろうが、それらの条件において、最適な場所で生産され、そこに雇用が生まれていくということだ。 パナソニックのという製品については、今現在は国内で製造した方がいいと判断したとしても、他の製品は海外製造の方がいいということもあるはずだ。複数の企業でこうした動きがあったとすると、それは製造業全体の国内回帰ではなく、むしろ雇用の移動が国境を越えて進んでいるということだろう。しかも、生産、製造が行われる地域でも、従来通りにそこに雇用が生まれるとは限らない。 雇用の未来で示されているように、工場は国内にあっても、労働者が AI などに置き換えられる可能性もある。現場の作業者の仕事は、どんどん減っていくかもしれない。こう考えると、コンピューターの進化は、人間の雇用にとって、大変な脅威にも見えてくる。だが、本当に脅威なのだろうか。コンピューターの進化、ロボットの進化は、かつて私たち自身が望んだ無邪気な未来ではなかったか。筆者が、 子供の頃、あと20年で亡くなる50の仕事、水野美佐夫。はじめに、職業が変化しようとしている。これまで当たり前に存在し、なくてはならないはずだった職業が、様々なテクノロジーで置き換えられるケースが増える一方、従来はなかった新しい職業が生まれつつある。今後、私たちの職業、雇用はどう変わっていくのだろうか。書籍、雑誌、ウェブメディアでも、様々な予測記事を見かけるようになり、筆者自身も、 生き残る会社、亡くなる仕事などについての意見をメディアに求められることが増えている。多くの人が、このテーマについて、関心を抱いているということだろう。職業が変容する要素として、一番に挙げられているのは、テクノロジーの進歩、特に AI、アーティフィシャル、インテリジェンス、人工知能である。オックスフォード大学のマイケル、A、オズボン人教授の論文、雇用の未来、コンピューター化によって、仕事は失われるのか、が、大きな注目を集めている。 この論文の要点は、今後、人間の仕事の大半が AI に奪い取られてしまうのではないか、という懸念だ。一方、アメリカのシンクタンク、ピュー研究所による、AI、ロボティクス、ザ・フューチャー・オブ・ジョブス、人工知能、ロボットと職業の未来という調査報告書では、テクノロジーが、人間の雇用の大半を奪うという予測と、そのようなことはないとする予測の双方があるとしている。日本に限って考えてみれば、 雇用に対する脅威は、テクノロジーの進化だけではなく、グローバルな競争も、雇用に、大きな影響を与えていることは、言うまでもない。特定の職業そのものがなくならないとしても、国内では必要がないというケースである。まず、製造業で、雇用の海外流出が進んだ。大企業に始まり、今や、中小製造業でも、中国や東南アジアに製造拠点を移すことは、珍しくなくなった。製造業に限らず、 顧客との電話応対を行うコールセンター業務も海外に流出している。これまで国内にあったコールセンターが中国などのアジア諸国に移りつつあるのだ。プログラマーという職種もまた国内での雇用は減っていくだろう。プログラマー自体は10年後も必要とされるだろうし、プログラムを自ら書き国内でベンチャー企業を立ち上げるというケースは今後もあるだろう。しかし、大規模なシステムにおいては多くのプログラマーたちが必ずしも 日本にいる必要はなくなるかもしれない。すでに自前で大規模プログラムをゼロから作ることは減ってきている。その一方で海外の製造ラインの一部を国内に戻す動きもある。2014年パナソニックが製品の製造ラインの一部を国内に戻したことが話題となった。国内に雇用が戻っているようにも見えるが、これは製造業全体の国内回帰を意味するわけではない。今や、に描いた未来は 今にしてみれば、解雇趣味的な未来像だった。人間が、何やら変なコスチュームを着て、透明なチューブが、都市の高層ビルの間をつなぎ、その中を乗り物が走っている。あらゆるものが自動化され、日常の定型的な仕事は、すべて、コンピューターやロボットがやり、人間は単純能道から解き放たれ、より創造的な仕事に集中することができ、週休3日制や4日制は当たり前。みたいな話だ。筆者が、 中学生の頃に読んだスペースコロニー 2081PHP 研究所1981年に描かれた未来予測像はまさにそのようなものだった。この本の著者は元プリンストン大学教授でスペースコロニーを提唱したことでも知られるジェラード K ・オニール博士だ。同書でオニール博士は変化の担い手としてコンピューター、オートメーション、スペースコロニー、エネルギー、通信の5つを挙げている。そして これらの変化の担い手を使いながら、2081年に、太陽系の、かなり外側に周回するスペースコロニー、フォックスクラスターから、地球にやってきた旅行者の滞在期という形で、その時代の生活を物語形式で記している。そこで表現されたコミュニケーションのあり方、コンピューターの形、あるいはロボットとのやりとりなどは、実は、2081年を待たすして、すでに、かなり近い形で実現していると言っても過言ではない。そこで語られている